リットン伯爵は、イギリスの伯爵、貴族、連合王国貴族爵位。インド総督を務めた、政治家、外交官の第二大リットン男爵、ロバート・ブルワー・リットンが1880年に、ジョイされたことに始まる。本校においては、伯くらいの前身となった、リットン男爵に関しても触れる。初代男爵位、ブルワー・リットン初代リットン伯爵。 ロバート・ブルワー・リットン伯爵家の旧邸宅ネブワース・ハウスその祖、エドワード・ブルワー・リットンは、代表作、ポンペイ最後の日を表した小説家にして、第14代ダービー伯爵エドワード・スミス・スタンリーの第二次内閣で植民地大臣を務めた政治家である。彼は1838年に順弾尺を授けられた後、1866年には、 ハートホード州ネブワースのリットン男爵に上された。なお、彼の出生時の姓はブルワーであったが、1844年2月20日に、直居を得て母方の姓を加えたブルワーリットンに変更している。その子である二代男爵ロバートは、詩人や外交官として活動した。彼は就職後の1876年に、インドの総督に任命された。 その複王在職中、注釈一にバーラクザイアサアフガニスタンへ送った A 施設が拒絶されたことがきっかけで第二次アフガン戦争が勃発した。イギリス側は当初の目論みに反して苦戦し、首相のベンジャミン・ディズレーリは総選挙に敗れて大陣、2代男爵も複王を1880年に辞職した。彼は同年にリットンにするとともに、 ハートフォード州ネブワースのネブワース施策を授けられた。ロバートは、その後、在フランスイギリス大使となり、赴任先のパリで死去した。借位は、長男のビクターが継承した。二大白ビクターは、父同様に政治家で、1920年からインド、小政務次官を、1922年から、ベンガル州知事を務めたほか、1925年には、短期間ながら、 インド副王となった。また、1930年代初めに、リットン調査団の団長として、満州事変の調査を行った。二大博の男子は共に創生したため、博位は弟のネビルが相続した。一方、博尺家邸宅のネブワースハウスは、娘が相続して、その後はコボールド男爵家に渡った。三伯ネルは画家であり、イギリスやフランスで、 肖像画や風景画を発表した。また1908年ロンドンオリンピックの柔道フォーム競技に参加、銅メダルを獲得した。四大伯ノエルは1951年に父親からリットン位を、1957年には母ジュディス、中尺にからベントワース男お及びルディスペンサー男爵位をそれぞれ相続した。また、 彼は1925年にその加盟をリットン・ミルバンクに改めたが、後の1951年にミルバンクを取り除いている。その子である五代白ジョンが2020年現在のリットン伯爵家元当主である。元当主である第五代リットン伯爵ジョン・リットンは以下の尺を有する。第二代リットン伯爵ビクター・ブルワー・リットン彼の複合在職中には、 第二次アフガン戦争のほか、大飢饉が発生したが、これが天才か人災かは論争の対象となっている。ジュディスは、第16代ウェントワース女談爵であり、第15代ウェントワース助爵アンキングをその母に、持つ。ありがとうございます。